どうも達也です。今回はね、体調が悪い、なんか最近体調が悪いなとか、そんな風に思っている方に見てもらいたい動画です。体調が悪いって最近思うんだけど、なんで体調が悪いんだろうって思うことありません？なんか体調悪いなって、そういう時って結果から言うと大体呼吸が浅くなってるんですね。自分が気づかないレベルで呼吸がすごく浅くなっていることが主な原因だと思います。気づかないうちに呼吸が浅くなっている。今意識して呼吸を大きく吸ってみてください。その時とさっきまでの呼吸比べてみてください。そしたらきっと呼吸が浅くなっています。呼吸が浅くなると入ってくる酸素も少なくなって、そうやって自分のメンタルの調子も悪くなります。メンタルの調子が悪くなったり、酸素濃度がね薄くなったりして、どんどんと自分の体調っていうのは落ちていきます。なので、何か調子悪いなと思ったら一度一定の時間深呼吸をしてみるっていうのがおすすめです。でその時に、深呼吸なんですけども、鼻から吸って口から吐く、もしくは鼻から吸って鼻から吐くっていう、鼻から吸うっていうことを意識してください。そして鼻から吸って4秒間鼻から吸って8秒間かけて吐くみたいな風に、鼻から吸った時の時間よりも出す時間の方を長くしてください。長く。そしたら自律神経的にすごく整ってくるのでおすすめです。そしてこれを自分が調子悪いなと思ったら、一定時間に1回もしかしたら今呼吸が浅くなってるかもっていうことを気にかけてあげてください。そしてもしかしたらあの人もなんか最近言ってたなと思ったら、その人にも伝えてあげてください。自分が元気になって周りの人も元気になったらね、それがとてもいいことなので進めてあげてください。でこれを日記かなんかに書いてみてください。続けてみてください。そしてそれを、そしたら案外やっぱりこの自分の体調が落ちてる時っていうのは呼吸が浅い、そして回数が多くなったりとか、浅くて少ないっていうパターンもあります。なので呼吸を整えるっていうのをやってみてください。ではね、今回は、ね、このなんかちょっと自然が多い中から動画撮ってますけども、まずは呼吸、そして呼吸の深さっていうものに、自分は普段どれぐらいの呼吸をどれぐらいの時間かけてやってるんだろう、そして自分の体調のいい時っていうのは呼吸はどれぐらいの回数でどれぐらいの長さでやってるんだろうっていうことを調べてみてあげてください。そしたら自分の体調のいい時っていうものが見えてきます。そしたらその体調のいい時っていうのをどんどんとね再現してあげてくださいね。こんな感じにね、すごいですね、このなんか自然がいっぱいでこれも一つの健康法です。これがグリーンエクササイズって言います。これは別の動画でやりましょう。それでは呼吸の長さっていうものに注目して、自分の体調管理整えてみてくださいね。それではよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではね、また会いましょう。バイ。